はい、皆さんおはようございます。はい、です。昨晩シンガポールの方に戻りましたので、本日はですねこちらの朝焼けを見ながらですね動画の方を撮ってみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。昨日のね、夜のこちらの11時、日本でいう深夜24時ぐらいに、着いたんですけども、今日も早速ですね仕事普通にありますので、朝のね6時に今起きて、今から2時間ぐらいね運動していきたいなと思ってます。ということでですね、2週間のね出張を使いましたけども、非常にですね良かったのと、こうやってまたですねシンガポールのね暖かい気候、それからこういった綺麗なですね景色が見れるっていうのはですね、こちらに帰ってくれば帰ってきたでまたホッとするなというふうに思います。ビジネスっていうのはですね、いつも言ってますけども、とにかくインターネットをベースにする、それがね一番基本です。私のビジネスっていうのは本当にどこにでも動かせます。やはり日本がいいやって思って日本に持ってこうと思えば持ってくることも可能になります。それからですね、最近ではですね資金を出資して、いろんなビジネスに遠隔から参加していく、そういったこともね可能になっていくので、本当にまずはですね01のこの稼ぎっていうのをですねしっかりとインターネットビジネスやっていってですね、ある程度資金が出てきたらいろんなね金融投資などにこう参加していく、そういうのがねやはりいいんじゃないかなというふうに思います。なので、私もですね今いろいろなビジネスに参加してますし、少しずつですね分散していろんな出資とかを行っておりまして、そういうのをですねやっていくことによってですね収入のですね安定化、それを図っていこうというふうにしています。ただですね、そういったいろんなところに出資をしていくっていうところにも時にはね失敗とかもあったりとかするので、やはりしっかりとしてねこのね基盤となるネットビジネス、これをね怠らない、しっかりとやっていく、そうすることによってですねより安定してくるというふうに思ってます。なのでとにかく継続してやっていく、それがね一番ですね。私も今からまた1ヶ月間ちょっとぐらいはねシンガポールにおりますので、結構普通にですねビジネスをしっかりやっていく、そこにねやっぱ注力していきたいなというふうに思ってます。出張は出張でいいんですが、やはり毎日毎日ですね人と会ったりとかしてると、それはそれで非常にいいんですが、普段の仕事の方というのはどうしてもですね遅れてしまいますので、やはり今からはですね集中してまたシンガポールで普段のねタスクっていうのを、しっかりこなしていく、こちらの方にまた戻っていきたいなというふうに思ってます。はい、ということでですね、今日はですねまだ体にすごく疲れが残ってるなと、本当に今日は5時間ぐらいしか寝てないので、ただ今日もですね普通に仕事をかなり入れておりますので、乗運転で頑張っていきたいなと思います。これがねやっぱりこうシンガポールと日本のいいところで、今回は夜行便ではなかったですけど、夕方の5時に出て夜の11時に着くという形で、次の日の朝からまた普通に働けるということを考えると、シンガポールというのは本当に時差ボケがなくてですね、すぐに活動できるというのは非常にかなりね日本人教官にとってもいいなと思います。なので、その辺ねシンガポール、マレーシアあたりっていうのはですね時差的にもやりやすいんじゃないのかなと、そういうふうにですね、思います。それですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったのでぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。 X の方もぜひこちらの方からフォローして幸いです。また日々稼ぐのについてメルマの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.